LC ワールドモトスは、岐阜県モトス島佐田に所在する、ショッピングセンター。当初は新生リオワールドショッピングセンターの名称で、リオ横山ホールディングスが設置、運営していた。2011年9月7日付でロジコムへ売却され、名称変更された。かつての本館は2016年10月25日付で、閉鎖し、2017年6月から9月にかけて、 取り壊された。なお、別館のウェルネスモールは引き続き営業を続け、2018年には本館跡地に別の店舗が営業開始した上でリニューアルオープンした。1992年11月3日に当時の元すぐ新成長に開店。2階建ての本館のほかフィットネスクラブや医療専門のウェルネスモール、その他の単独店舗で構成され、 敷地面積は10万平方メートル、延べ床面積は3万6千平方メートル、売り場面積は2万6千175平方メートル。近くにあるリバーサイドモールと合わせて6400台の無料駐車場があった。なお、リバーサイドモールの敷地差し押さえにより縮小されている。当初のキーテナントは泉屋で、後に食料品は富田屋に変更され、泉屋は 医療品等のみに縮小。さらに2009年1月31日をもって、泉谷は全面撤退した。同年4月26日に泉谷が撤退した場所を利用して、平成学士ラク座が開店したが、その後閉店している。2011年9月1日付で、運営会社、元スショッピングワールドを設立、9月7日付で、ジャスダック上場の不動産企業。 ロジコムへ運営会社と施設建物を売却した。これに伴い、LC ワールドモトスに名称変更された。リオ横山ホールディングスは近隣でリバーサイドモールも運営していたが、こちらも2010年9月に売却している。2015年12月31日をもって本館専門店すべてが閉店。本館には富田屋が残るのみとなり、 本館2階は閉鎖された。2016年4月20日で富田屋も営業規模を大幅に縮小し、玉ねぎの無人販売所になった。これは運営会社との契約上、最低でも1種類は商品を売る必要があるために、痛みにくく無人販売に適する玉ねぎを売っていたという。2016年10月25日付で富田屋の無人販売も撤退し、本館は閉鎖された。 2017年に本館は解体された。なお、ウェルネスモール及び西エリアには2017年現在も営業している店舗がある。また、西エリアの一部は東海環状自動車道が通る予定のため、用地確保のため本館閉鎖前に解体されびさらちにされた場所がある。2018年4月19日に本館跡地に 岡山県の大黒天仏さんが運営するディスカウントショップラムーモートステンとセリア LC ワールドモトステンをオープンし LC ワールドモトスとして再始動した。同年5月にはセブンイレブン、7月にはドラッグストアの元キーがそれぞれオープンした。閉鎖。閉鎖直前はテナント数は一つとなっていた。テナント数は5。テナント数は5。ありがとうございます。